ヨエル書の2章の28節からお読みいたします。旧約聖書1264ページです。ヨエル書2章28節からです。28節と29節をお読みいたします。1264ページです。その後、私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その日、私はまた我が霊をしもべ、はしたみに注ぐ。まあ、このヨエルのセリフはね、私たちにとってこのイエス・キリストの再臨をお迎えする時代、終わりの時代に生きる者として本当に大切なセリフです。まあ、皆さん方も何度かお読みになったことがあると思うんですね。でもこの聖句28節29節を見てみますと、この聖句の中心になるお方は誰でしょうか。私でしょうか、皆さんでしょうか。違うんですね。その後、私は我が霊をと言っています。そして全ての肉なるものに注ぐ、断言です。私が準備できているだろうか、ふさわしいだろうか、まあ、そういうことを考えることも準備としては必要かもしれません。しかしこの聖句ではそんなことを言っていません。その後、私は我が霊を全ての肉なるものに注ぐと言っています。問題はどこでしょうか。受け取るかどうかの、受け取ってそれを生かし溢れるかどうかなんです。注いでくださるだろうか、そんなこと言ってないんですよ。本当にこの約束間違いないんだろうか、そんなことは一言も言ってません。断言です。どういう例でしょうか。私の例と言っています。今日の聖書朗読も同じですね。神様が新しくしてくださるんです。そして、あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。主の再臨に向かって新たに一歩前進することができるということです。皆さん、この聖句見て、この聖句を認めない人はいないと思うんです、聖書のことで。でも本当にこれを受け取り、自分の霊的信仰的体験として受け取るということは、どうしてもそこに自分が入っちゃうんですね。まあ、神様、先生おっしゃいました、これ神の約束です、注ぎます、しかし私はになってしまうんです。でもここで言ってるのは、神様が必ず注いでくださるんだから、どういう経験なのか分かりません。霊的には私たちは乏しいですから、失敗したりつまずいたりすることはあるでしょう。で、理想的なそういう経験に導かれないこともあるかもしれない。でも受けるんです。受けたらいいんです。ちょっと待ってください、ふさわしくない、そんなこと言ってないんです。その後、私は我が霊を全ての肉なるものでしょ、霊的にあふれて神の子であって素晴らしい成長をして、もう清めの極みにある、あなたは霊を受けるにふさわしい、言ってないんです。肉なるものですよ。肉なるものってのは私や皆さん方です。感謝賛美いたしますよ。イエス様大好きですよ。
しかしつまずきますよ。なかなか聖書の御言葉は理解できないです。思い通りいかないです。でも約束は注ぎます。私たちのまずできることは受けたいと願うことです。受けたいと願って受けなかったら受けられないんです。我々が受けましょう。それでどういう経験に導かれるかは分かりません。自分の思い通りあるいは理想通りにならなくてもこの霊を受けて失望に終わることはありません。失望するかもしれません。せっかくこんな霊を受けてこんな神様に対する思い1年1月3日決心をした10日間の祈りにも出席しよう、あふれるように従おう、なかなか思い通りにいかないかもしれない。受け続けたらいいんです。試しでもいいから。ラザラの復活の時もイエス様涙流しながらね、もし信ずるならばと言ったんです。まず受けることをここで提案してます。そして少し前のページに帰りたいんですけども、23節です。ヨエル書2章の23節です。シオンの子らよ、あなた方の神主によって喜び楽しめ。主はあなた方を義とするために秋の雨をたまい、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨とを降らせられる。これ秋の雨と春の雨、まあ、日本と違って何回か申し上げましたように、秋の雨が彼らにとってはこれから種をまく雨です。で、春の雨が収穫になるんですけど、日本は稲作ですね。でもそれにしてもここで繰り返し言ってるのは何ですか。主はあなた方を義とするために雨を賜うって言ってるんですよ。義だから与えると言ってないんですよ。立派だね、さすが信仰生活、あの人は本当に模範である、これは立派なことですよ、必要です、そう目指すべきです。でもだから与えると約束してないんですよ。私があなたを恵みたいと言ってるんですよ。肉なるものを注ぐって言うんですよ。義って何ですか。正しいことですね。しかしこの23節読んでると、主はあなた方を義とするために、義というのはキリストの贖いの力によって、天来の賜物によって私たちが実るということですよ。主の前に実るということですよ。そのために春の雨と秋の雨を賜います。だからあなた方の神主によって喜び楽しむ。ああ、実に信仰生活で楽しいな、思い通りになるな、まあこれ楽でいいわ、そんなこと言ってんじゃないんですよ。あるいはこういう決心したら逆に苦労が増えるかもしれない。でも本当の喜びって何ですか。1年間歩んだ後に神の御前で自分らしく歩めたことです。これサタンも奪えないんですよ。この世のものをたくさん得る、それも努力必要です。でもそれは肉にとは、それで肉にを買うことはできません。我々は主イエスキリストが成し遂げてくださった、あの十字架で成し遂げてくださった、共にいて肉にまで歩んでいく、死も悲しみも叫びも痛みもない、神に向かってあふれる、お互いに愛し合ってですね、命が本当にそこで、アダムとエヴァが作られた状態まで回復される、ここまで神様は備えておられるんですよ。もう少し、前を読みますとね、こう書いてますね。21節、地よ恐れるな、喜び楽しめ、主は大いなることを行われたって言ってます。ヨハネも言いますよね。あなた方はすでに神の子である。しかしあなた方が神の子になるために父からどんな大きな愛を賜ったか考えてみなさい。考えましょうよ。
そう言ってるんです。いや、私ふさわしくない、私受けられる、違う。我が霊を全ての肉のものに与えると言ってるんです。秋の雨、冬の雨を与える、それは義とするんだって言うんです。それはあなたにとって、信仰生活にとって、肉に向かっていく私たちにとって喜びであるって言うんです。一年を振り返った時に、神様と救い主と共に歩めたな、御国に近づいたな、ますますイエスが大好きになったな、こういう思いを与えてくださるって言うんですね。元旦礼拝で申し上げました、今年の私の説教のテーマは視点ということです。この視点を持ってほしいんです。どうしてですか？与えられるんです。いや、私先生そう言ったって、聖書書いてるのは、それを否定はいたしませんけど、私には与えられない、そんなことないでしょ。ちょっと例が良くないですけど、私子供がいて、お年玉あげるときに、お年玉約束してたらね、これは親があげるわけです。どう使うかは、その子供にも違う。受け取れるんです。そこで止まったらダメなんです。私たちはなかなかぬかに釘で決心しても、一つ気持ちかどうかわからない、そんなことはないんです。見逃せるって言ってるんです。神の前で義を経験させる、義というのは神の前で本当に喜ぶということ、イエスと共に歩むということ、そして御国に向かって、そして本当にその一日一日が支えられるということ。イエスと共に歩むのは義ですからね。イエスが成し遂げたあの十字架のいろんな賜物を受けるのは義です。それを言えることができるというんです。新年礼拝、元旦礼拝で申し上げたんですが、ちょっと時間がなくて、走るように申し上げたんですけども、この釧路の時代にですね、ある士別というところ、120キロあるわけです。それは冬場ですよ、アイスバーンですよ。それを3時間ぐらいかけて、毎週のようにまだ1、2歳の子供を連れてくるお母さんがいました。これはね、ここで簡単に言いますけども、私北海道大好きなんですよ。何度も言ってます。で、冬場でもね、自分の家にいればよく言いますよね、ストーブがもうガンガン燃えてますから、あったかいんですよ。北海道の人は東京に来て寒いって言っちゃうんですね。でもどうしても慣れないものが雪道なんです。アイスバーンなんです。運転してました、本当に運転してると、タイヤが滑ってるという感覚がある。で、何度もね、大きな道で一回転して対向車線だと、崖が落ちそうになった、で雪にはまったら脱出できない。女性がね、自分の愛する子供を連れて来るというのは実に決心がいるんですよ。で、ご主人はね、本当に奥さん愛してて、お前が信仰持つのはいいだろうと言ってたんです。でも冬場だけやめてくれって、子供のこともあるから、これ正論ですよね。私だってそうだね、そうね、家で礼拝するのは大変だけども、冬場だけは、ご主人もおっしゃってる子供さんもあるって言いかけるぐらいですよ。彼女は決心したんです。朝9時前に家を出ます。3時間かけて、夏でやれば1時間半ぐらいです。しかもあれですよ、3時間かかるだけなら、あれでしょ、ドライブ、運転が楽しい人は楽しいわけです。違うんですよ、気を使うことが3時間になるんですよ。乗ってて楽しいことが3時間じゃないですよ。で、やっと11時ちょっと前に着く、礼拝をする、そして食事したら、もうすぐ帰るんですよ。申し上げたら、北海道は12月にはサンセット、日没が3時45分です。もうすぐ帰るしかないんですよ。なんでそんなしんどいことするんでしょうか。救われるためでしょうか。違うんですね。自分で選んだんですよ、彼女は。そうすると、行き道を来る時の祈りです。教会について感謝です。で、
皆さんそうじゃないですか。その礼拝を本当に溢れるように求めて聞けるわけです。でそれを割った教会の職人の交わり、これも意味があるわけです。そして申し上げたように、教会の人は彼女が来る限り1時頃に彼女と子供、車、それを囲んで祈ってあげました。無事帰れますよ、ね、これが視点を深めるということです。これが教会の交わり、まあそうしなきゃいけないんですよ。彼女はそういう視点で生きるから、日々の生活の中でも神に向かって生きられるんですよ。まあ視点というのは価値観と考えたらいいんですよ。我々視点を深めるというのが実に大切なことなんです。イスラエル旅行をしまして、いろんなとこ行ったんですけども、まあ、本当に厳しい思いしたのが、まあ、ホロコースト記念館ですね。日本でも広島の原爆記念館行きますとね、初めはこうだああだと言ってるんですけど、だんだん言葉なくなっちゃうんですね。もう圧倒されて、ただもう本当に人間ってこうなのかってなる。まあ、実はイスラエルのホロコースト記念館の最後にはね、薄暗い部屋があって長期評価で祈れる場所になってるんです。祈りしか残らないですよ。まあ、そこで皆さんご存知のように、日本でも杉原千畝さんという方がね、まあこの東洋のシンドラーと言われましてね、少し調べてみましたら、リトアニアの領事館で、ビザを発行したのが2000通余りだそうです。そしてその2000通余りで家族も含みますから、6000人のユダヤ人を救ったと。で3世代でもう3万6000人以上の命の源になったと書いてあるんですね。この人はクリスチャンというんですか、ハリストスかな、そういうクリスチャンでもあるんですけども、1900年生まれ、岐阜県だそうです。で満州でですね、満州鉄道の時にいろんなそういう、まあ、交渉もして、結婚されて、まあ、フィンランドの公使館で働いて、それからリトアニアの領事館で働くようになった。まあ領事大事ということですね。そしてそれが1939年から始めて、1940年頃にああいう迫害といいますか厳しい状態になって、ユダヤ人たちが領事館に集まるようになったと思うんですね。で NHK かなんかで再現フィルムを見ました。で初めはね、まあ押しかけてくるわけです。でもその意味がなかなかわからない。だからまあその通常の間違いない正確な業務はできるわけです。だからきちっと来て、その人の権利があればきちっとそれをビザを書いてくる。しかしユダヤ人たちは緊急性がありますし、いろんな意味でもうそこから逃れるしかないので、まあ、本当に必死だったわけです。まあ、初めは、まあユダヤ人が来てるなというぐらいだった。でもだん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 その必死さが伝わってきた。どうにかしようと思った。で日本の外務省に、まあ、打電したわけですね。外務省はやめなさい、ビザを発行しちゃいけません。まあ、彼はいろんなことを考えて、まあその外務省の言うこともあるからというので、なんか、まあ、いろいろこう調査しているという段階にして書き続けたんですけども、一生懸命そのビザを発行し始めたわけです。でその記録再現を見ますとね、初めは手書きでしてたんですけども、まあ、それはそのユダヤ人のなんか、提案があって、それを反抗にしてこうやり始めた。それでどん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 2000人というところまで達していくわけです。しかし状況を考えますと、ロシアあるいはそれ以上にナチの問題がありました。だから自分の家族も危険があったわけですね。それでもその人に出会って、その人たちに出会って書いてるうちに心って定まってくるんですよ。そして感動的な場面ですね。列車に乗って、それでもこう人たちが書いてほしいってこうそれ賛美し続ける。それでも最後は列車が離れている。その時にこの千畝さんはね、
列車の中で膝が折れて申し訳ないってもっと書いてあげるって人間ってここまで思えるように神様から作られてるんですよ。イエスはこう言いました。受けるよりは与える方が幸せである。これ初めは分からないかもしれない。だってこの世の中では自分が生きることで精いっぱいですよ。他人事、自分のことを精いっぱいすることしかできません。戦いの連続です。まあ千代さんも立派な、まあ、ロシアと堪能で立派な外交官であったからまあそうやってた。しかし人の思いに触れるんです。そしてそれに思い触れて自分がやってるうちに精いっぱいやってるうちにそしてそれを受け取り続けてるうちに最後はごめんねってもっとやりたかったって、そういうふうに人間作られたんです。私たち神に作られたものの視点は10回の中にあります。この視点で生きるからの死内座に10回与えられたんです。その10回の1条から4条はイエスが言いました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せるでしょ。5条から10条は自分を愛するように隣人を愛しなさい。じゃあ1条4条って何ですか。立派に神を愛せるのは違うんですよ。神から愛されてるということですよ。重荷を下ろすことができる方だということですよ。この方と一緒に歩んでいきたいということですよ。まず受けることです。我々の視点を受ける。ヨエルも約束したんですよ。あなた価値があるよって立派だよって決心したかいって、まあ、そう決心した方がいいんですよ。立派な方がいいんですよ。そんなこと言ってないんですよ。ここで我が霊を全ての肉なるものに与える。イエスの処理、イエスがこの地上に始めてきて十字架にかかる道がそうでしょ。全ての人に与えたでしょ。拒んだ人もいました。まあ十二弟子の中でもユダは最後まで拒んだんです。でもイエスは与え続けたんです。我々は受け取るんです。ペテロは失敗の連続でした。でも受け続けたんです。最後は知らないと言いました。でもイエスは与えようとしたんです。それで受け取ったんです。この杉山が中年のそういうふうに神様から受けた。だからそこで自分を愛せるんですよ。神のことをして、で自分を愛するように隣人を愛しなさい。でその言葉をイエスは新約聖書で2つに変えました。1つは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいです。もう1つはイエス・キリストの皆を信じ彼が命じられたように互いに愛し合いなさいです。これが視点なんですよ。受けたからですよ。多く許されたから多く愛することができると言っています。この千代さんもそこに行ったんです。まあこれは特別な人かもしれませんよ。でも私たちも同じ神の霊の導きの中に置かれてるんです。救われるためにあるんじゃないんですよ。一歩進む、その千代さんはそういう特別な場所にいたから初めはやっぱりわからない。イタリア人それはきちっと正当にやってました。でも思いに触れて自分がそこに投入して書いていくときに視点が定まっていくんです。だからイエスおっしゃったんですよ。受けるよりは与える方が幸せだよ、まあ、その前には御言葉があなた方を支え導き御国まで導くよ。これもそうなんです。約束なんです。ヨハネの14章の27節を開いてください。ヨハネ14章の27節です。166ページです。14章27節、新約聖書166ページです。私は
平安をあなた方に残して、私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。特別特殊、まあそう捉えてもいいんです。この世を超えた平安であって、まあ一時期的には聖霊の一時期もここに入っています。でもその平安って何ですか？人間が本来作られた神から恵みを受けて、力を受けて、罪人であるけども癒されて、神の子にされて、それで自分らしく歩み通すことです。その出発点は受けることです。溢れるように受けることです。イエスはこう言いました。私が与える水はあなた方の中で泉になると言っています。この水を飲むものは、井戸から汲んで水を飲むものはまた乾くと。しかし私が与える水は乾かないばかりかあなた方の中で湧き上がるであろう。私が平安をあなた方に残して、これはヨハネの十四章です。イエスが十字架にお付きになる前に自ら語られた言葉です。そして、それと同じように捉えることができるのが、まあ、ずっと私も何度も申し上げているこのピリピの言葉なんですね。312ページです。新約聖書312ページです。4章の7節、ピリピ人への手紙4章の7節、312ページです。4章の7節からお読みします。そうすれば人知では到底計りすることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るでしょう。神の平安は2つです。重荷を下ろすことができるということです。これは10回の1条から4条です。本当に重荷を下ろせるから神愛せるんですよ。最も大きな重荷は罪の重荷です。これを下ろせるんです。もう一つの平安はイエスと共に、救い主と共に自分の人生を走り通すことです。まあ大伝ではこれを魂の平安と言っています。この指針ですよ。魂の平安を求める指針のも全てです。そして、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。で、ヨハネの14、15、16、17とあるんですけども、ちょうど日本語の聖書、口語訳ですと、14章のところも、ページでいうと左上のところ、15章も左上のところ、で16章も左上のところに書いてあります。それは何かというと、私の名によって願うものは何でも叶えてある。10億円欲しいんでしょうか？違うでしょうか？私がそのこの招きに応ずることですよ。イエスが与えてもらうものに、与えてくださるものによって満たされることですよ。それによって生かされ、そういう人生を歩むことですよ。私の名によって願うことは何でも与えてあげる。14章でね、あなた方は心を騒がせるのは私信じなさい。必ず帰ってくる。あなた方を孤独にはしないと言ったわけです。で、終わりで先ほど読んだように、必ず世が与える平安以上のものを与える。その平安って何ですか？義です。15章で言ってます。つながって実ることです。私らしく、皆さんが新しく走り通すことです。必ず実る。でも厳しいこと書いてるでしょ。私から離れては何一つできない。教会の一致は使徒行伝の聖句で申し上げました。この人による以外救いがないということなんです。でもこの人は皆さん方救えるんです。この人はヨエルで約束してるんです。
この人が14、15、16、17と約束してるんです。ヨハネでます。そして17章では祈ってくださってるんです。この世の人生の最大の目標は御国です。逃げるんじゃありません。そこ死を越えてそこまで私たちって道を備えてもらってるんです。こんな生きがいになることないじゃないですか。ご褒美じゃないんです。目指すべき目標であり人生そのものの意味なんです。回復なんです。キリストが十字架を通して私たちのために成し遂げたこと、それを豊かに受けることはできることです。御国が私たちにとって完全回復です。皆さん有限の命でいいんでしょうか。衰えしかないんですよ。死を迎えるしかないんです。誰も変わってくれません。私たちは乾いています。生きるということは乾くことです。戦いがあることです。湧き上がる命の湖を与える。黙示録は言います。死もなく悲しみも叫びも痛みもない。これ溢れるということです。そして成長し続けるということです。そこに向かって歩んでいきましょう。その喜びを近隣の方々に伝えましょう。そのために祈りましょう。ぜひ10日間の祈りにもご参加くださるようにお願いいたします。